ロ軍壊滅、東部、ドンバス地域で、トカザク戦失敗か、ウクライナ軍が、反撃、ウクライナ軍が、13日に、公開した映像によると、ロシア軍の、東部ドンバス地域における、トカザク戦は、ウクライナ軍の、反撃に遭い失敗した模様だ。ロシア軍は、苦戦する東部で、再び攻勢を強めようとしている。国防省は、東部ルガンスク州、セベロドネツクの、西方を流れる、ドネツ川を、横断しようとする、ロシア軍のウクライナ軍が、阻止したと発表した。ウクライナ軍の、映像では、一部が、水没した橋の近くに、破壊された軍用車両や、戦車などが、映し出されている。ロイターは、現時点で、国防省の、発表及び、戦闘の発生場所や、時期を、確認できていない。国防省によると、ロシアは、セベロドネツクや、イジューム周辺に、軍事力を投入し、スロビアンスク、及び、クラマトルスク方面に、突破口を開き、ドンバス地域を、占領しようとしているという。